ております。はい。
発表したいと思います。平成17年度から初調べが始まりました。17年度第1位三連馬太鼓台、平成18年度の第1位中村太鼓台、平成19年度第1位三連馬太鼓台、平成20年度の初調べは雨のための中止となっております。平成21年度第1位神楽崎太鼓台、平成22年度第1位北野太鼓台、平成23年度第1位土井本郷太鼓台、平成24年度第1位小林太鼓台、平成25年度第1位城西市太鼓台、平成26年度第1位小林太鼓台、平成27年度第1位東電馬太鼓台、平成28年度第1位神楽崎太鼓台、平成30年度第1位小林太鼓台となっております。連覇を狙っておりました小林太鼓台は卒業がございまして、今年は欠場となっております。来年を楽しみにしていただきたいと思います。以上が17年度からの勝ち比べの第1位の太鼓台でございます。さあ今年はどちらの太鼓台は受賞することでしょう。ただいま審査をしておりますので、皆さんお待ちいただきたいと思います。
でもあります。しばら残ってますか？おいも若きももうしんどいことと思います。はい、お帰ってください。時間大変をしております。1台がもっと自覚を持って行動しなければ、14台の太鼓台が甘い考えでは時間は何十分と説明しております。お叱りの声も多々あろうかと思いますが、日焼け太鼓台、ここは速やかにお帰りください。ちょっと牛々の話でなんですが、いだけ太鼓台もう楽しませてくれんでもいいです。もうそろそろ終わりましょう。お疲れ様でした。きっと疲れたことと思います。まだこの後全員の桜火もありますので、皆さん力は蓄えとってほしいと思います。できましたか？決まったようです。どの太鼓台が4つ優勝なんかまだ今は分かりません。各太鼓台の皆さん、スタートの準備をお願いいたします。